中川さと子は、日本の電気工学者、東京都市大学名誉教授、元電気学会会長、日本学術会議会員、経済産業大臣賞、渋沢賞投授賞。1978年、横浜国立大学工学部電気、情報工学科卒業。1980年横浜国立大学大学院。 工学研究家電気工学専攻終了。スタンフォード大学客員研究員や、横浜国立大学工学部電子、情報工学科助教授、東京電機大学工学部電気工学科教授を経て、2001年国土交通省運輸安全委員会委員、国土交通省運輸安全委員会鉄道部会長、代理。2010年東京都市大学工学部電気電子、 工学科教授。2012年電気学会理事。2013年電気学会副会長。電気学会編集会議議長。2014年国土交通省社会。資本整備審議会臨時委員。2015年国土交通省交通政策審議会。臨時委員。国土交通省中央建設工事。紛争審査会特別委員。 マンション基礎上問題国土交通省有識者メンバー、原子力規制庁原子炉安全審査会審査委員。2016年日本イムヌ学会理事。2017年日本学術会議連携会員。2018年電気学会会長代理、代表理事。2019年電気学会会,会長。同年経済産業大臣賞、日本イムヌ学会技術賞受賞。 2020年東京都市大学名誉教授第25期日本学術会議会員ありがとうございます